皆さんこんにちは、もじゃがらチャンネルです。今日はですね、前回ご紹介いたしましたルミックス S70mm から 300mm F4.5 から 5.6 マクロ OIS、こちらはですね S5 Mark II 用に購入しました、中望遠のハーフマクロの、レンズだったんですが、こちらの方で、撮影の方のですね、サンプルっていう形で前回ご紹介したんですが、視聴者の方の方から、この EX テレコンっていうのがなかなかいい性能を出してですね、撮影できるっていうことでしたので、今日ですね、ちょっとその EX テレコンの方を、設定いたしまして、通常の、300mm の画像の方と、あとその EX テレコンですね、こちらを設定すると600mm まで拡大して撮れるんですが、どういう形で比較してですね、どういう形で撮れるのかっていうのを、今日ご紹介したいなと思っております。率直な意見としまして、これここまで使えるんだ。画像って全然乱れないんだ。なんか角張った形の、なんかこう、よくありがちな、電子ズームっていうんですかね。結構カクカクしたような、ノイズも多くてみたいな。そういう形になるんじゃないかっていうような、EX テレコンあったのは知ってたんですが、あんまりその画質っていう意味で信用してなかったんですね。それがですね、今日ちょっと使ってみまして、もう180度考えが変わりました。これすっげえ使えると思いまして。300mm のレンズ、今回使ったんですが、これが 600mm まで、拡大して撮れるっていうのはですね、なかなかこれ使い勝手いいなっていうふうに感じました。これもしかして 600mm とか、例えば買った場合に、この EX テレコン使ったら、1200まで、焦点距離がこう拡大できるのかなみたいな、そんな想像しながら、今回ですね、撮影しましたので、いろいろ作例の方を撮ってきましたので、ご覧ください。はい、まずはですね、いろんな桜咲いてますが、これ通常の 300mm で撮ったものなんですね。こちらもそうなんですけども、これがですね、ここまで拡大できるんですね。かなりこれ一番初めに撮った写真だったんですが、ちょっとショックを受けました。で、今はこれ菜の花なんですが、これもですね、ここまで拡大できるんですね。これ、結構離れた場所で撮ってるんですけども、これもですね、通常の 300mm なんですが、これが、ここまで拡大できるんですね。結構、距離離れてんのにこんだけ拡大できるんだ、みたいな。これもかなり、距離が離れた場所から、菜の花撮ってるんですけども、これがここまで拡大できるんですね。EX テレコン結構使えるわ、と思いました。これ、花にですね、止まってる野鳥なんですが、これもですね、これは今、ここはもう 600mm で、こういう形で、2倍テレコンですね、こういう形で。結構離れてるんですよ、これ。300mm で、結構遠いなと思ってるんですが、これ通常の300ですね。こういう今咲いてる白い花なんですが、これが、ここまで拡大できるんですよ。だから、ボタン一つで、この EX テレコンの設定にしまして、で、通常の300から、もうちょっと拡大したいなっていう場合に、もう、ちょっとワン、一手間で、ここまで拡大できるっていう形で、で、結構ですね、なんていうかこう、手軽にここまで撮れるので、編集するまでですね、画像本当大丈夫なのかなと思ったんですが、これ通常の300で、目尻の方を撮ってるんですね。これも300、通常のものなんですけども、これがですね、これも通常の300ですよね。これがこれも結構かなり遠い、場所に目尻だったんですが、これがここまで拡大できるんですよ。これギリギリのその目白の守備範囲があるんですが、もう全然安全圏内で撮ったものが、このテレコンを使うことによって、守備範囲ギリギリまで、詰めた画角で撮れるみたいな。で、今画像もですね、結構拡大してみたんですが、そんなに遜色ない画像っていうのが得られるって、これここまで使えるの、なんで今まで使わなかったんだろうって思うぐらいですね。
ちょっと後悔しております。ここまで画像をよく撮れるんだと。これも通常まあそこら辺にいる鳥なんですけども。まあこれがですね、ここまで拡大できるんですよね。これ同じ距離で撮ったものなんですが、ここまで拡大できるんですよね。300しか持っていないのに600の画角が撮れる。こういう、まあこういう花もですね、300で撮って、で、テレコン、EX テレコンにすると、ここまで拡大できる。で、画像の方も乱れていない。これもカモがですね、川に泳いでたのを、まあ300の画角で撮ったものがですね、ここまで拡大できるんですよ。わ、これは特に動物を撮るときに、まあその動物の守備範囲の外で拡大して撮れるっていうのが本当に有意義でした。こういうパイプもですね、この2倍テレコンを使うとここまで拡大できる。まあこれ水線なんですが、まあ通常ですね、こういう風に撮れますよね。で300でスイッチで切り替えてここまで600のテレ、600ミリでですね、このテレコンの2倍でここまで撮れるんですよね。まあこういう今咲いているこういう細かい花ありますよね。結構これも遠目から撮ったんですけども、これを2倍テレコンにするとここまで撮れるっていう。本当に驚きでした。まあこれ猫がいたので、まあこれ通常の300ですね。これ金網の向こうにいたんですけど、ここまで拡大できるんですよ。結構距離あったんですけども、本当に600ミリを使ってみたいな、そういう画角で撮れる。まあそういう感じで撮れるんですよね。本当にびっくりしました。もう今、これタンポポなんですが、まあ300でこういう感じですよね。600になるとここまで拡大できるんですよ。で、このタンポポのこの筋ありますよね。これも結構拡大してみると、ちゃんと撮れるんですよ。公園にあったこういうオブジェクトも、ドンっていう形で、ここまで拡大できるっていうのは、あれ、これ、なんでこう今まで使わなかったの？本当に何かも言いますけど、本当後悔します。咲き始めたですね、この桜も2倍テレコンで同じ距離でここまで拡大して撮れる。で、最後にですね、2倍テレコンで、まあ、600ミリっていう形で、メジロが、本当これ、かなり遠くにいた、メジロだったんですが、まあ、ここまでですね、拡大して撮れるっていう、まあ、ちょっと最後で、サンプルとして撮影してみました。さあ、いかがだったでしょうか。まあ、今回のですね、この、70-300 の、まあ、ハーフマクロが使えるですね。この中央へのこのレンズで EX テレコン。まあ、この S5 Mark II の方ですね。機能で撮ってみたんですが、本当に率直な感想としては、あ、これ使えると思いました。まあ、厳密にですね、本当に拡大して、目を皿のようにしてみれば、まあ、粗はあるんでしょうけども、いやいやいや、普通でこう、パッと見た感じですね。そういうアラを探すようなことをせずにですね、通常の JPEG の画像として見た場合、本当にこれ使えるなというふうに思いました。で、あとですね、ちょっと困ったことがありまして、私、通常撮影するときには、まあ、ローで撮ってるんですね。で、この EX テレコンを使うときには、ローではちょっとこの EX テレコン使えないもんですから、画像の、写真のですね、S5 Mark II の方で S のサイズの方にしておいて、なおかつ、ロー以外の、例えばファインだとか、そういう設定にしないとこの EX テレコン使えないんですね。なので、JPEG 撮りってあんまり慣れていないんですけど、特に露出がですね、まあ、白飛びしないように撮ってるもんですから、通常ロードで撮ると、マイナス 0.3 とかっていう形で、ちょっと露出を下げるんですよ。そうすると、画像の方がですね、アンダーで撮られてしまって、暗く撮影してしまうっていうのがあったもんですから、今回そこがですね、かなりJPEG 撮りって難しいなって改めて思いました。はい、ここまでご視聴いただいてありがとうございます。もしよろしければグッドボタンの方とチャンネル登録よろしくお願いいたします。